埼玉県第3区は、かつて存在した、衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員、総選挙から設置された。廃止に至るまで定数は3である。1966年に選挙区から選出されていた、荒船聖十郎が、運輸大臣となり、 選挙区内の深谷駅に急行を停車させるダイヤ改正を行ったことを批判されて大臣辞任に追い込まれている。自治体の名称は第40回衆議院議員総選挙時点のものである。現在の埼玉県第11区、埼玉県第12区の一部の区域にあたる。1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。 第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数475,569万人、投票率69.93%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数447,585万人、投票率75.08%第38回衆議院議員。 総選挙7月6日、執行当日有権者数、42万4605人、投票率 76.、76.50%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日、有権者数、41万1592人、投票率 70.、70.51%第36回衆議院議員。 総選挙6月22日執行当日有権者数39、393,663人、投票率 71.、71.25%。第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数、389,775人、投票率 71.、71.56%。第34回衆議院議員、総選挙12月5日。 執行当日有権者数37万9377人投票率71.08%第33回衆議院議員総選挙12月10日執行当日有権者数35万3157人投票率76.31%第32回衆議院議員総選挙12月27日執行当日有権者数 332,662人、投票率 69.、69.52%第31回衆議院議員、総選挙1月29日執行当日有権者数30、307。694人投票率 74.、74.67%、第30回衆議院議員総選挙11月21日執行、当日有権者数。 298,477人、投票率 76.、76.28%第29回衆議院議員。総選挙11月20日執行当日有権者数、288,166人、投票率 73.、73.43%第28回衆議院議員。総選挙5月22日執行当日有権者数、283,04人、投票率、 82.86%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行、当日有権者数27万436人、投票率82.81%。第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数26万2656人、投票率。 84.10%第25回衆議院議員。総選挙10月1日執行当日有権者数264,494人。投票率85.41%第24回衆議院議員。総選挙1月23日執行当日。有権者数258,673人。投票率。 83.57%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数257,044人、投票率74.02%。ありがとうございます。